なんか傾いてる。君か。あ、ちょっとやばい。ちょっと見せられない。あれ野原が見えてしまった。失礼。フォーユーさんハートありがとう。ハロー。さっきジャーマンポテトを食べたよ。みやんこ先生フォーユーさんありがとう。トロフィー以上のものが映っちゃったかもしれない。危ない。帰ってきたよ。ちょっとあれ野原だったかもしれない。なべなべ所長ピカピカありがとう。そうね、トロフィーが映ったっていうことにしよう。フォーユーさんピースさんみやんこ先生ありがとう。まあね、このあれ野原も今夜片付けるし、みんなと一緒に。ということでお家に帰ってきました。私は朝は皮膚科に行ってました。ママがなんで私が画面見てやばいやばいと言わんといけんのよって。ただいま。これからちょっとメイクをしてまた次の場所へ向かって行きたいと思います。でもね、12時50分とかで終わります。マエキーさんピカピカありがとう。トトラさんお疲れありがとう。ということでもう日焼け止めは塗ってあるので。え、暑くないか。さっき本当に歩いてたんだよ。暑すぎてびっくりした。夏かと思ってた。あ、今日の夜はあるよ。今日の夜するよ。お片付け配信するよ。本当にお片付けしない。太陽ピカーンだから本当にさ、もう日傘さして歩かなきゃってなった。ケンタッキーさんありがとう。マサさんありがとう。ファンデーションをまずは塗っていきます。今日もう一つその自分のお役目は終わって、洗い物配信になるかも。もうやらん、自分自身のお役目あともう一つ残ってるんですけど、嬉しい。時間有効活用、しかもめっちゃ健康的。スノーピカピカありがとう。きまるさんありがとう。ハート DJ さんもハートありがとう。うん、日焼け止め大事。日焼け止め塗っててかろうじて日焼けは妨げることができたけど、暑くて暑くて直射日光が、マジ太陽が燃えてた。ジャーマンポテト食べたお昼。私ジャーマンポテトの大ファンなんだよ。超美味しかった。リノロフィーさんピカピカありがとう。コバさんハートありがとう。かなり美味しかった。ジャックさんコバさんリノロフィーさんピカピカありがとう。下ユーさんハートユー、ユータマシュマロありがとう。そうそう、お出かけやで。口の中に間にジャーマンポテトが挟まってる。本当にジャーマンポテトを食べた瞬間配信、食べ終わった瞬間配信始めたか。氷の入った飲み物ってなんでこんなに美味しいのかな。ただの DD さんありがとう。クッキー
ジェリーさんありがとう、わらびもちさんピカピカありがとう。こんな日に一番食べたくなるのはわらびもちだよね。黒蜜もかかった。ナイルと佐藤さんわらありがとう。ミキちゃんカラスハートありがとう。みんなお仕事休憩タイムに入る？まだ？今大学の空き教室の片隅一人でお弁当食べて、いいじゃん、私の配信見ながら食べて。いいね大学。しんじさんありがとう。ハート。何の準備？お役目。チェリーさんスノーありがとう。お休憩タイム、お役目いくよー。やっぱ暑い夏が好きだわ。暑い夏、あー暑いって外から帰ってきた時に入ってきた部屋で冷たい飲み物を飲むっていう一連が好き。トゥーローゼさんありがとう。だるま、もう夏だ。アンダーアーマーの手鏡って言われてる。ヒンスってとこの手鏡。アイシャドウパレットを鏡代わりにしてる。アンダーアーマーだよね。アンダーアーマーってこんなロゴがいいね。ピンと目かわいい、嬉しい。うさはなちゃん、それなアイスも家に在庫確保、在庫って受ける。垂れ目気味に書いてるよ。普通わかんない何気味かなこれ。ムービングさんハート、しんいちさんだるまありがとう。もうね日が差し出して歩かないとって思った。ポムポンプリン好きよ。今そっか、あのサンリオの総選挙中だもんね。しんいちさんムービング。うわー仕事終わり。冷えたコーラいいね。私も一時期めっちゃコーラにハマってて、バクバク飲んでた。ガブガブ。石井さんハートありがとう。スノーもハートありがとう。スノーハートありがとう。
酒の代わりにコーラってことね、禁酒のためにならコーラ。健康になったかは分からないけど、確かに禁酒って確かにね健康になれるみたいに言うけど、果たしてコーラを代わりに飲んでたら確かに分かんないね。それはでも体がなんか寝起きをよく寝起きが良くなったとかないのかな。今日も工藤は工藤やで。てか本当こんな時間に配信を始めて、で準備一人でできないんだよね。本当に私配信で遅刻しないで済んでるもん。これからもちょっと遅刻しないで行きたい本当に。じゃん。え？ショールームとコラボ商品私がプロデュースするってこと？うわ、そういえばルームのプロデュースしないと。ショールームのここの背景のプロデュースしないと私が。それはある。提出日明日。やばいよやばいよ、みんなで一緒に考えよう。でも新海みたいな感じにしたいんだよね。パレスチナ神殿みたいな。そう、子供よもう本当に。みんなに見守られながらじゃできないタイプなの。子供なの。このゴールドのさラメめっちゃ可愛い。溺れたけど。できた。どうかしら。つかんぴよさんピカピカありがとう。できた。うーん、パウダーはきっとはたいた方がいい気がしてきた。うま。氷の入った飲み物ってなんでこんなに美味しいの。カッコに飲め。うーん、パウダーどこに置いたっけ私。みんなのりこちゃん、お昼ヤーフォーなんだ。うわ落としちゃった。いいよ。もう時間のさ使い方がさちょっと今日上手にできててさ嬉しい。それは昨日の夜から時間の使い方を上手にできて、まず早寝できたことがまず一番の上手な時間、上手な人だった。見て崩れてるの。一回そのマラソンロケでお直し用に、えまつげ綺麗に上がってる？よかった。そう早寝したら多分一日すごいスムーズに進むわ。やっと気づけたかもしれん。まず寝起きがすっきりして、それでまず一ついい感じになるじゃん。そうこれはそのマラソンロケでお直し用にマネージャーさんに預けてたら
一緒にマネージャーさんも走るからゴン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 なんて、もうマラソンだけに連れてっちゃダメ。マニキュアも変えようかな。でもね別に使いやすさは変わらん。なんなら使いやすくなった。プレストパウダーがちょっとパウダーになった感じ。テイカーさんハートありがとう。まあまあまあ、ハートありがとう。まつげ綺麗に上がってんじゃんってコメント来てて嬉しかった。ぬりぬり。一役マシュマロありがとう。完成。はい、かわいい、嬉しい。歯磨きをするから一旦リップは塗らず。ピンサーになった？よかった。前髪が本当に長いでごわす。ほら、夏だからね、こうやってやっても。夏だからねってまだ全然4月。それっぽくなります。髪ね、朝アイロンしててよかったね。そう、結構伸びた。ゆうさんピカピカありがとう。まぶたを侵食してきたで。ごわす。ねえ。そうだよね。今日はもう時間の使い方が上手だからルンルン。かわいいね、かわいいね。嬉しいね、嬉しいね。暑いよ、ほんと夏だよね。こりゃ夏じゃ。じゃあ今から歯磨きする。え、ほんと服に困る。めっちゃわかる。私今 T シャツでも、マジ上になんか毛羽織るだけで暑いもんね。皮膚科でほんま、え、なんか、あ、綺麗になったねみたいな。赤み、
赤み治ったねみたいな、ヤギちゃん可愛いありがとう、タケさんも可愛いありがとう、褒められたよ、褒められたって、優しいね、褒められたっていうかなんか、治ったねって言ってもらったからやったーって。ちょっと前髪もドライヤーしていこうかな、まあ一回いけるか、癖があるかなと思ったけど、そのことね。今から歯磨きする。歯磨き粉で歯磨きする。かなり。結構片付け。ただいま。臭い歯磨き粉。フォーユーさんハート。これの歯ピカピカ。ありがとう。エクスカルさんピカピカ。フォーユーさんハート。褒めてくれてありがとう。うん、リアル準備気をつけるね。そういう反応する反応母コメント反応ピカピカ。ミキヤ君ハートウッポハンミラボ帰ってきたよ。ふのありがとう。うん。くさまずリップの時はくさまず歯磨き粉。うん、まずい。ミキヤ君ありがとう。ハルレさん。レインボーフラー。歯磨きながら喋るな。
分。これできれい。ビヤー、ただいま。デコ出し似合う？なんかワイルドにならん？ワイルド系じゃない？髪が絡まった。私ワイルド系なれそうよこれ。ほら。これだったけど、ハイガイズ感半端ないよね。お肌の調子いい。めっちゃ良くなった。以前より。以前はもうさ、荒れてた。化粧品合わなくて。朝歯磨きされてから食事する派ですか？いいえ。うがいしてから。うがいはさすがに一応する。てかもう100倍する。一応どころじゃない。もう絶対する。うがいしないと朝って始まんないよね。ハンターさんハートありがとう。おっとっとさんもハートありがとう。マットポチックスさんハートありがとう。ムービーおっとっとさんかわいいありがとう。大人大人やった。私大人になりたい。ミキヤくんハートありがとう。いちご味の歯磨き粉使ってないね。くまちゃんお話ししてってくまちゃん頼み。一個ツーです。スノーウポさんミラボ2です。佐藤直介さんハート2です。小人さんミキちゃん2です。ピカピカってカエルさんありがとう。バイキングライスさあ私写真撮ったよ。リコッチの集合写真。オッケー。インスタの写真もちろん。なんかインスタ載せたい。
なんじゃこりゃ。やめっぴ。ゆうりんち、みきやくん、ハートありがとう。髪切りたい。ゆうりんち、こびとさんピカピカ、ごはんつぶちゃん、ハート。ありがとう。でも、やっぱひなさんの卒コンはやっぱ前髪。前髪短い方が可愛いと思うので、おお、匂わせ。今からさ、前髪ドライヤーもしてもいい？え、バナナ味の歯磨き粉ってある？50分には間に合いそうだね。家出るの。おっとっとさん、ハートありがとう。あ、でも、え、待って、そしたら一生帰ってこないから。全部入れとかないと。カバンにね。例えば、汗拭きティッシュとシートとか。歯ブラシとか。メロン味のアンパンマン歯磨き粉、懐かしい。私も使ってたよ。おっとっとさん、ありがとう。いちご味は確かに昔も使ってたような気がする。ピーマンはね、あ、結局食べてないよ。じゃがいも食べた。今日はお昼はジャーマンポテトでした。私ジャーマンポテトラブなの。じゃがいも好きなんだよね。マジ汗拭きシート必須。よし、じゃあちょっと前髪さ、ドライヤーしてさ、癖取ってくる。あいすけさん、みきやくん、ありがとう。祭りって思われちゃう、みんなに。これで何一つ
悔ない、生きていけそう。何時で？12時50分かな。サンソンさんハート、ミキヤくんハート、フォーユーさんハート、ツーですウラスケさんハートフォーユーさんミチルさんハート、ウッポさんレインボースターのらすけさんピカピカ、ヤッホーみんな、遺跡祭りだった。またりょしかさん、トトラさん、スノー、みきやくん、一個お疲れ、ありがとう。ポテトの口になった？じゃがいもラブ。じゃがいもは大体みんな好きだよね。トトラさんフォーユー好き、ありがとう。ハッシュドポテトもライ好き、ライ好きって言っちゃった。カレーライス好き。タケノコ狩り行ってないね。カビタさんピカピカ。ジャーマンポテトはベーコンとか、ベーコン味、ベーコン味、しょっぱいしょっぱい。ミキヤくん、アイスケさんありがとうハート。うん、できた。タワさんありがとう。だるま、財布忘れないように行くね。あとはもうこの地に後悔はないかな。すべて入れたし、あとお茶とか水とか入れて、最近のマジ体調めっちゃ優しい、ありがとうね。え、でもみんな忙しいよ多分。歯磨き粉のスクショやばいじゃん。またりょしかさんありがとう、ありがとう。体調大丈夫だよ、気遣ってくれてありがとう。え、めっちゃいいな、むしろすごい調子いいよ。あ、お料理はした、してない。お惣菜のジャーマンポテト、最悪だ、詐欺だ。私お肌綺麗になるより嬉しい。まだ気になるところいっぱいあるけど、治るといいなと思った。やばい、この前髪も、治ることでしょう。お皿は洗ってないのでね、今夜ですかね。もうちょっとさ、しっかりまっすぐにしたい、この分け目。あ、いいんじゃない。これでいいんじゃない。紫式部前髪にしてみた。傘持っていく、日傘ね。一瞬ヘルメットになったよね。うまっ。ジェリーさんありがとう。ミキちゃんレインボースターありがとう。やっぱさ、冷えたお茶とか冷えたなんかお水とか美味しい。谷尾さんいいね、ありがとう。冷蔵庫にお茶移動させよう。冷えてると倍美味しいよね。だよね、だよね。めっちゃ美味しい。最高だもん。自撮りしよう。でも常温もスチよ。やばい、危ない。見えるかと思った、裏でも見えない、よかった。読み込まれるかと思った。そんなことする人いないよ。バナナくんハートありがとう。冷たいものがそのままね、喉に通って。
すごいな、このカメラ。名前髪が白え、漏れません。これはアマゾンギフトはあれだよ、 STU チャンネルさんでもらったやつ。ちょっとアマゾンギフト券もらったの、 STU チャンネルさんに。アイドルかけるアマギフ強いね。ツインピーマンさん、ありがとう。じゃあそろそろ終わるとするかも。わあ、うまっ。今日はね、夜も配信するからよろしくね。今夜ね、そう、アイスのコーンみたいなの。そうなの、ソフトクリームのコーン。じゃあ39位から、くまさん、しんいちさん、キャプテン翼さん、まささん、みちるさん、マトリョシカさん、テイカーさん、サンソンさん、ごはんつぶちゃん、ムービングさん、マッドポチ XX さん、アイルトン佐藤さん、ゆうたん、谷尾さん、たけさん、ヤギシャン、カエルさん、X 風さん、わらびもちさん、しるにじぴんさん、ぼやっきーさん、なめなべ所長、ピースさん、のろすけさん、渡辺さん、トトラさん、リノロフィーさん、つかんぴよさん、フォーユー、いっこ、ただの DD、おととさん、みきちゃん、そして本日の秋元先生枠は、ハンター先生です。ありがとうございます。ツーデスさん、小人さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位はスノーでした。スノーありがとう。第2位はハリーでした。ハリーありがとう。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとう。ありがとうね。うん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 。寝る方はお休み。これから一緒に頑張る人、一緒に頑張ろう。好きだよ私、マグパップ。じゃあ皆さん、今日もこの後も健やかに一緒に頑張りましょうね。それでは行きますよ。せーの、えいえい、おー、みんな健やかに。お昼もしてくれ、え、よかった、見てくれてありがとう。朝さ、えいえい、おやすちーって言ったんだっけ、私。なんか母が言ってた。もう職業病じゃんってなって。やばいじゃん、無意識に言ってたらしい。では、また後でね。バイバイ。また夜。おやす、やっぱそうなんだ、おやすちーって言ってたんだ。たまにね、おはようメールで頑張りこちって書くときもおやすちって言ったりするのね。え、ほんとに職業病じゃんって。え、ねえ、おはようメールでおやすちって書いちゃう。もう、しかもおやすちメールハッシュタグ11とかなのに、おやすちメールって絶対ハッシュタグ7だからハッシュタグ17って書きがち。みきやくん、ハートありがとう。じゃあ行ってきます。またメールも送るね。